どうも柴です。本日も見つけちゃいましたよ。今や絶滅したと言われているワンコイン定食を。おお。ということでね、教育なこちら立ち飲みどころワンショット。立って食べんの？何なんですか。定食を立って食べるんですか。実は椅子があるらしいです。なんや、安心させて。そんな嫌か立っとくん。腰痛いもんな。我々大丈夫。我々にも優しいお椅子ちゃんがありますんでね。あ、なるほどね。はい、ということでね、早速ちょっと調査に行きましょう。なんかね、ワンコインセットっていうのがあって、こういうのもあるみたい。オードブルとか枝豆セットとかおでんセットとかたこ焼きセット、でチヂミセット。なるほど。じゃあ早速ほんまかどうか調査に行きましょう。ほいほい。ということで、キモい、キモい言うな。潜入しました。あった、ここ。ちょっと消えてるけど、トンテキ定食500円。まあ消費税ついたら550円やねんけど。あ、なるほどね。で、肉野菜炒め、牛すじカレー、おでん定食、焼きそば定食ってあるから、僕トンテキ行くわ。じゃあ僕は肉野菜炒めで行くわ。お、すごいお店見つけたね。あのメニューな、見たら全部安いわ。もうとりあえず飲み物はまあこんな感じでね、ビールが300円、まあその他ドリンク全体的に安いわ。山崎のハイボールが500円か。安いよな、うんうん、ね。ほんでそっからアテやねんけど、アテも安いやん。すごいね。え、見て、ピザ300円とか安いよなあ。これはめちゃめちゃ期待できますね。あ、ありがとうございます。こんなに作るんですか。すごい。見て、いやこれどうやで。そのたこ焼きとビールがついて500円って、これめちゃめちゃ安いよね。安いね。価格破壊もええとこやでな、うんうん、たこ焼きもちゃんとしっかり美味しそう。ではいただきます。ちょっと待って、ね、これ怖いねん。このタイプガッて言ったらさ、爪楊枝刺さるあるあるない。おうおうおう。なそれな。いった、なんでここにおるねんみたいな。皮膚弱いな。あ、坊ちゃんの手やったら大丈夫やな。うんうんうん。一般人じゃないんでやめてもらいます。ゴリラみたいな言い方すな。チンパンジーみたいな。誰がチンパンジー。じゃあ早速いただきます。美味しそうやな。うん、これな、言うわ、うん、うまいし安い。おうおうおう。タコ入ってるし、これとビールだけでいけるよな。そうやな。でむしろさ、お腹空いたらさ、今日は特別に昼メニューを作ってもらうねんけど、うん、昼メニューなかったとしても、例えばこのワインコインセットをさ5個頼んでドリンク5杯飲んだら全部ついてくるね、当てが。腹パンパンになってまうで、これ。なるほど。だってこのたこ焼きがついてくるってことは他のやつもすごいってことやろ。そうやな、うん、たこ焼きって言ったら爪楊枝ですよね。そう言った、うん、うまい。うまいよな、もう。あれ、いつものないんすか。はい、たこ焼きですよ。分かっとるわ。坊ちゃん、これ500円、安くない？安い。ねえ、このご飯にトンテキでしょ、ね、ほんでわかめスープやな、これ。冷ややっこついて、ポテトサラダついて、お漬物もついて、これで500円。これはすごいね、うん、すごいコスパやね。早速いただきます。あ、シンプルな味付け。ほうほうほう、うん、この焦げ目は醤油で焦げ目つけてくれてんねんけど、すごい香ばしくてうまい。うん、これはうまいわ。うまい。これ安いよ、うん、今時ワンコインでないで。ないな、うん、これだけでもうワンコイン定食でいいのに、いっぱいついてるやんか、小鉢が。油揚げおいしい。デブやん。シンプルな塩コショウや、うんうん、これがやっぱ一番シンプルイズベストでうまいな。おーおーおー、うん、うん、うん、これも大きいやんなあ。嬉しいわ。夏の冷ややっこ最強。最高やね、うんうんうん、お酒飲まんと申し訳ない気がしてきたんで、お酒飲ませていただきます。おお、もうどんどん飲んでな、うん、これだけ食って帰ったらもうなんか泥棒言われそうやね。ハイボールお願いします。坊ちゃんのやつもそれめちゃめちゃいいやんか。肉野菜炒め定食です。これもさ、野菜炒めめちゃめちゃ美味しそうやないかい。おーおーおー、改めましていただきます。はい。あ、そっちからか。こっちから始まるのね。おう、あ、塩ね。
まあ、あとは蒸し買うかどうかっていう全部の効いた野菜炒めですね自分でかけとったからなけどうまいな、うまい夏汗かいたらな、塩分濃い方がうまいもんな、うん、もうちょっと欲しいなそれ取りすぎな、あ、ありがとうございます。これめちゃめちゃ安いっすね。大丈夫なんですか？何とかやってます。何とかやってる。ちょっと顔がいけてないみたいな顔してるけど、最高です。めちゃめちゃいいお父さんやな。あ、うまっ。うまいわ。サラリーマンの方めちゃめちゃ助かってるね、この辺の。ほんまやな、うん。俺も嫁にここ見られたらやばいな。何を？毎日3000もらってんのに俺減らされるな。おーちゃんほんまにやばいよな、浪費が。資格なし、うん、車のローンいくらやったっけ？8万9千ぐらいやったやばな、8万9千のローンなんてこうやって困れへんわ。まあまあいいように言えばみんな坊ちゃんみたいな人やったら経済がすごい回るからね。そういうことやな、うんうん、レモンジュワイいただきます。どうやって儲けてんねや。食べ物安いやん、うん、いやお酒もそんなにせえへんのよ、うんうんうん、ここマジでオアシスですね。そうやなすごく。もう家の近所やったら僕ね毎日来るわ。なんかちょっと小腹空いたな言うたらコンビニ行くよりこう来た方が安いな。助かるわこういうお店すごい。そうやな。けどやっぱり将来的にはこういうお店もこう儲かってほしいね。うんうんうん、確かに、うん、我々の給料がついていってないからあれやけど、うん、まいな、うん、追いついてほしいな給料も。まあ坊ちゃん給料追いついても無駄やろ。給料増えたら増えた分だけ買うから潔いね、うん、そういう人生もいいかもね、うん、ということでハイボールとほうれん草とウインナーのバター炒め、これうまない？うまいよな、これな、うん、ほうれん草ってね、酒のあてにね、めっちゃ合うのよ。合うな、うん、うんうん、あ、うまっごめん、なんか一番好きかもしれん。ほう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 、このねソーセージがねめっちゃ美味しいわ。このちょっと屋台風の味やね。結構塩分があってそれと一緒にいったら最高にうまいで。うわうまい。来ました焼きおにぎり。これうまいよね。うまいね、うん、ありがとう。お父さん大忙しや忙しいな、うん、今日こんだけ忙しいのにさこんだけ愛想よくしてくれるってほんまですよ ね、 人柄やねん多分、うんうんうん、だからやっぱり忙しすぎたらイライラするからな。そうやな、うんうん、じゃあもう焼きおにぎりね。うわめっちゃ懐かしい揚げ、めっちゃうまい。もうこの味わかんない。ほうほう、僕この工場で働いとったらでもその味や。おお、うまいねこれ。これ食べ放題やったかな昔は工場で。なるほどね。検品落ちのやつ。うんうんうん、もう一回バイト行こうかな。今やったら40個食えんの。クビなんで、うん、うまい。最高、これバター醤油最高やな。ということで大満足でごちそうさまです。気になるお会計にレッツゴー。お父さんごちそうさま。めっちゃうまかった。幸せやわ。3,135円。はい、3,000円あんな人食べてこの安すぎません？儲ける気満々なんですけど、自信がないの。儲ける気満々やけど儲ける気全然ない、うん、全然ない。大丈夫、めっちゃみんな来ます。美味しかったもん。ありがとうございます。ありがとうございました。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。これは安いよね。安いね。飲み会で使えるね。使えるね。ほんまに一人4,000円の会費取ってすごい飲み会したら、うん、儲かるだけやないか何を考えてんの。危ないとこや一人1500円の会費で十分やそんなまほんまにね安いんで、ぜひとも皆さん来て
応援してあげてください。ここはほんまにいいお店だと思いました、うん、ということでね、今日はデブにはならないよ。なるに決まってる。なんでなんですか。酒飲みすぎやしな、定食食ってな、あんだけつまみ食ったらな、それデブになるよ。なんで今日の会話の流れでさ、明日は明日の風が吹く的な感じを出しといてそこ細かいんすか。いや僕のパターンと柴さんのパターンちゃうから。自分は良くて僕はダメと。おお、そういうこと。そういうこと。そういう感じですか。他人に厳しく自分に甘くってやつ、うん、そういう感じですか。おお、そういうこと。わかりました。じゃあ今日もいつものやつでよろしいですか。そうやね、うん、今日も